今回で乗車券類の説明は全て終わりにしてしまいたいと思います。ただ、定期とかやってませんでしたので、それはまたこの先で取り扱いますから、定期券とかね、よろしくお願いします。で、今回は特別車両券、寝台券、座席、指定券について、全てまとめてご説明します。この1回でやってしまいます。特別車両券とは何か、グリーン券みたいなものだと言いましたが、じゃあそもそも特別車両とはまず何なのかということを説明しようと思います。特別車両。特別車両イコールグリーン車で、グリーン車をかっこよく言ったものが特別車両なのかというと、実はちょっと違います。特別車両には次のようなものがあります。まあ2つですね、主に。1つはグリーン車。もう1つは何かというと、A 寝台です。今日本で、普通に乗ることができる A 寝台車としては、サンライズ瀬戸号、出雲号のシングルデラックスという A 寝台個室がありますが、まあ、他に実は見えないところでカシオペア号というのもありまして、一般に発売はされませんが、一応裏ではちゃんと残ってます。で、カシオペアスイートとかカシオペアデラックス、カシオペアツインといったタイプの寝台個室も今でも一応あります。で、まあ、この2種類です。寝台車についてはこの後説明しますが、またそのグリーン車の中で、グリーン車の中の一つとして知られているのがグランクラス。グランクラスって実はグリーン車の、中の一つの類型なんですね。グランクラス、JR 九州にあるデラックスグリーン、それから、スーパービュー踊り子などにありますが、グリーン個室、他にまだあったかな。多分ね、なんかまだあったと思う、グリーン車にあって。あとは、E655 系ってお召し列車用のやつなんですが、あれの、特別なグリーン車もありますけれど、まあ大体、この辺が全部そうなんですね。で、ただし、特別車両券の中に特別車両というと、グリーン車と A 寝台があるんだけれども、A 寝台は、特別車両でありながら寝台車でもあるので、こっちは寝台券として扱われます。だから、A 寝台はつまり、特別車両券の中には入りません。A 寝台券は寝台券で、だから結果的に特別車両券といえばグリーン券のみを指すということになっています。だからまあ特別車両券イコール、結論としては特別車両券イコールグリーン券でいいです。で、グリーン券の種類をじゃあいろいろとご説明しようと思いますが、今言ったのとはちょっと違う分け方があります。今ね、グランクラスとかデラックスグリーンとかグリーン個室っていうのもあるよと言いましたが、それ以外にですね、まずそもそも根本的な問題として、特別車両券、特別車両券 A と、それからなんだ A って感じだと思うんですけど、特別車両券、まあ A なんだから特別車両券 B もありますけど、この2つがありますって言ってもね、わけがわからないと思いますが、これは別の名前がついていまして、名前というか A が急行特急料、B は普通列車用と2種類に分かれています。普通列車の中には快速列車も入るという説明は都度していますが、今回も一応しておきます。普通列車、快速列車用のグリーン券と特急列車、急行用のグリーン券と2種類に分かれ、さらにこれだけではありません。それぞれがまた2つに分かれます。それぞれにまた指定席と自由席と2種類あります。なんで、つまり最終的に特別車両券というのは4種類あるというわけです。特急用の指定席、特急用の自由席のグリーン券、それから普通列車用の指定席、普通列車用の自由席のグリーン券と4種類あります。ただし金額の分かれ方は2種類しかありません。特急用の金額と普通列車用の金額と、この2種類だけです。指定席と自由席との間で実は金額に差がありません。で、特急だとちょっと例が難しいんですけど、首都圏のグリーン車とか、それから JR 九州の一部とかで普通列車にグリーン車が連結をされているということがあります。もう単純な普通列車ね。なんか今ちょっと手元に、ないから、まあ説明しなくていいかと思うんですけど、東海道線とかについてるじゃないですか、2階建てのやつ、あれグリーン車自由席ですね。で、ただあれはちょっと特殊な例なんですけど、 JR 九州のすごい宮崎とかの方に特急の車両を使った普通列車があるんですよ。で、その特急車両を使った普通列車にグリーン車がついてて、で、それ車内で車掌さんに言うとグリーン券を売ってくれるんですね。普通列車グリーン券っていうのを売ってるんですよ。まあ駅でも買えたかな。で、それは自由席なんですけど、それは自由席だったら自由席の安い値段になるとか、そういうものではなく、グリーン車指定席が連結をされている普通列車ってあんまないんですけど、なんかあったかな、普通列車用グリーン券がパッと、JR 東
界にホームライナーってのが走ってますね。で、名古屋から大垣とかまで行くやつがあるんですけど、それ特急用の車両を使って運転してるんですよ。で、乗るときに520円の座席指定券ではない、ごめん、ライナー券というのを買うんですけれど、グリーン車もその特急車両にグリーン車が付いているので、まあ、それにもまたグリーン車の設定があり、買おうと思えば買えるんですね。そうすると普通列車用グリーン券という切符が出てくるんですが、その値段も、JR 九州の南の方で適当に走ってる普通列車の自由席のグリーン券の値段も変わりません。ちょっと説明がくどいからこれぐらいにしておきます。で、特急列車にも特急列車のグリーン車自由席というものは制度上は存在するんですが、今日本にグリーン車自由席を連結した特急はありません。全部特急はグリーン車指定席になっています。まあ、だからとりあえず制度上はそうなってるんだけど、これ忘れていいでしょう。だから事実上は3種類です。つまり特急用のグリーン車は全部指定席ということになっています。で、この値段の違いなんですが、どれぐらい違うかというと、普通列車は確か201キロ以上だったかな、201キロからで1900円、これが値段の上限です。これ以上高い料金は徴収されません。それに対して、急行特急だとですね、どこまであったかな、まあ、ちょっと会社によって料金が実は微妙に安くなってるところとかもあるんですけれど、手元に時刻表があるんでこれを見ればね、グリーン料金が書いてあると思うんですが、ちょっと待ってくださいね。グリーン料金はね、どこだ、書いてないな。まあ、書いてあるんですけど、なんか JR 東日本の料金とかになっちゃうんだよな。根本的なものもどっか書いてあるはずなんですけど、ちょっと見当たらないな。ごめんなさい、待たしちゃってね。東北新幹線とかはいいから。あったあった。特急急行の場合は、801キロ以上から、いくらだっけ、なんか8200円とか、なんか8300円とか、まあ大体そんぐらいなんですよ。全然違うじゃないですか。で、実際に、普通列車用のグリーン車ってのはどんなやつかといったら、まあ特急の自由席みたいなね、感じなんです。そんな別に豪華な感じではない。それに対して、特急列車に連結されてるグリーン車っていうと、こう幅が広くてこうワイドでね、どっしりとしてみんな長距離バーみたいな新幹線みたいな、豪華なグリーン車って感じなんですね。まあだから値段が違うのも、まあある程度納得だなという感じ。なんで、グリーン車に乗っていっぱい遊びたいという人は、普通列車のグリーン車に乗っていくのがいいと思うんですね。特急とか急行のグリーン車だと違う。で、今あんまないんですけど、お座敷列車というのがありますね。お座敷列車って、まあ、つまり畳を敷いていて、そこに、座椅子が置いてあって、そこに乗っていく、宴会列車みたいなのがあって、それたまに走ってるんですけど、グリーン車扱いなんですよ。で、それが、急行扱いとして走るか、快速扱いとして走るかで、料金がこう、まるで違うわけですね。これはまあ、最大距離で比較してますけど、例えば、急行、っていうかまあ、特急のグリーン車に、100キロ乗った場合だと、いくらだったっけな、特急のグリーン車に100キロ乗ると1280円なんですけど、快速とかのグリーン車に、100キロ乗ると、980円。だからまあ200、300円ぐらい違うわけですね。で、ごめんなさい。これ201キロじゃなくて151キロからだったけど、まあ値段が随分違うということはこのぐらいで分かってもらえるかな。で、ただし首都圏で普段走っている、普通列車のグリーン車っていうのは、あれまた料金がちょっと特殊で、ここで設定されている金額よりもさらに安くなってます。特定料金っていう話をこの間特急券でもしたと思いますが、グリーン車でもそういうのが一部あります。JR 九州にもね、例えば、大分から宮崎までって、201キロとかになって、微妙にちょっと高い金額になっちゃうんですけど、少し割り引いてあげるから、その分皆さん乗ってくださいね、みたいな風に設定されているところもあります。これが、まあ、グリーン券。で、会社の差もまあ、そのぐらいで説明できたかなと思います。これグリーン料金ね。で、まあ、もうちょっと具体的な話に入ろうかなと思いますが、例えば、東京から、静岡まで光号で行くと、そしたらこれをグリーン車で行くということを考えます。そういう時にどうやって計算するかという話をしたいと思います。やめた。まずちょっと光号の前に基本的な方からいきましょう。急行、今廃止されました。1998年まで東京静岡間で在来線、新幹線じゃない方が走ってる、新幹線で間違いない、東京じゃない、東海というのが走っていたんですけれど、それのグリーン車で行ったとします。急行料金は、1260円です。ちょっと今違ったかもしれないけど、これ急行料金ね。乗車券はもう考えません、めんどくさいから。で、急行料金にプラスしてグリーン料金を支払う必要があります。グリーン料金、
これいくらか分かんないんですけど、多分静岡だから、まあ、今の金額だったら多分2570円のはずで、これを足した金額が、3830円ですか。これが乗車券にプラスして必要となる料金ということになります。で、この2枚の切符を買うような感じ、イメージになると思いますけれど、でグリーン車にお乗りの方は、特急券の他にグリーン券が必要ですっていう感じで、切符を、ね、合計で乗車券、急行券、グリーン券の3枚購入するようなイメージなんですが、実際には緑の窓口で切符を買うと、グリーン券だけバラで売るということはやっておりませんで、急行券、グリーン券で一緒になって、東京、静岡、まあ、例えば、何時か分かりませんけど12時10分発、東海5号とかね、なんかこんな感じでこういう風なこう切符が出てきて、でここにあの切符の上のところにですね、これが切符の面だと思ってくださいね、そうすると急行券グリーン券みたいに書いてあるんですよ。で、これはもう1枚のセットになっちゃってるんで、あんまり気にしない方がいいです。別々の切符、本来は制度上別々の切符なんだけど、別々に単品でということはまずありません。で、これは急行の場合は簡単なんですけど、これがですね、特急の場合はめんどくさいことになります。で、あと、これ基礎知識なんですが、ちょっと、今までの流れを無視していきなり説明しますけど、座席指定、普通車でも何でもそうなんですが、座席をここと指定する料金がですね、JR では一律520円となっています。この520という数字は大変重要なので覚えておくといいと思います。もうね、520なんていうのを見るとね、マニアは喜ぶわけ、いや喜ぶか分かんないけど、私は520円っていうね、例えばコンビニで買い物したら520円でございますが、おお520円だなんて思うわけですけれど、今度特急の場合ね、東京から、静岡まで、ちなみに1998年に急行東海が廃止されたとワイドビュー東海ってなったんです。それダメだ、グリーン車ついてないから光号で行くと、光号、確か、特急料金がですね、いくらかな、3000いくらとかだったんじゃないかな、まあちょっとめんどくさいから、3520円としますね。で、グリーン料金が、グリーン料だ、これがですね、いくらにしようかな、まあ、これもさっきと同じか、2570円だとします。で、これが、そのままじゃあさっきと同じように、特急料金3520円、グリーン料金2570円だから、足して、じゃあ6090円か、6090円の料金が乗車券にプラスして必要なのねというふうにはこうならないんですね。これめんどくさいことに特急はちょっと話が違います。なぜならば前回説明したように特急というのは指定席が原則なので、ここには指定の料金が組み込まれています。そしてグリーン車もですね、グリーン車ってもう基本的にグリーン料金には指定席の相当額が含まれているんですよ。グリーン座席を指定するからね。そうするとここで520円取り、こっちで520円、実はこの520っていうか、これどっちにも数字として含まれてるんですけど、これはちょっと、そうするとなんていうの、二重取りになるわけだね。座席指定料金、実際に使う席は一つしかないんで、座席指定の料金は二重取りになってるから、一つ消しましょうということで、この特急料金が520円引きになります。ちなみにこの金額は自由席特急券と同額です。なので結論としては、自由席特急料金にグリーン料金を足した金額が、これが、6090円じゃないですね、5570円か、それが、なんていうのかな、乗るために必要な金額となるわけです。これもやっぱりここに特急券、グリーン券と書かれます。まあ別にこんなの書かなくてもよかった。で、昨日も言ったように、急行列車のグリーン券、急行列車というのは自由席が原則だから、急行券といえば自由席で出てくるんですが、特急列車は指定席が原則なので、特急券というと指定席の特急券が出てきます。だから自由席特急券にグリーン料金を足せばいいよね。そしたらまあ分かります、座席を指定していない分の金額にプラスしてグリーン料金っていうんだったら考えが分かりやすいですよね。これは何度も言ってるように、制度上ややこしくなっているかもしれないのですが、ただ普通に考えれば座席を何も指定されていないけれど、その早い列車に乗ることだけはできる切符にプラスしてグリーン車の指定席の切符を買えば乗れますよということなんで、そんなに実は難しくありませんね。これが、グリーン券の大原則です。で、ここまでいけばもう、残りは簡単です。次は寝台券の説明をします。
時間があんまりありませんので大急ぎでやりたいと思いますが、寝台券の種類は、3種類あります。主に3種類、A 寝台券、 B 寝台券で、これはですね、ちょっと、本当は A 寝台券、B 寝台券の中に含まれるべきなので、ごめんなさい、3種類っていうのはおかしいな。これがまたさらにこの中で2つに分かれておりまして、まず1つは、開放。もう1つは、個室。これが両方ともまた分かれています。で、寝台車というのはもともとですね、この開放寝台というのが大原則というか、これが寝台車の全てだった、ほとんど全部だったんですけど、昔は。ちょっと書くのが難しいわけですが、こんな感じかな。これ三段ベッドなんですけど、わかりますかね。で、ここに窓があって、こう窓ね。で、こっちにもまたなんかこう、ベッドがあると。ちょっとごめんなさい、ごちゃごちゃしちゃってわかんないですけど、ここに一人寝て、ここに一人寝て、ここにまた一人寝るみたいな。これが、昔の寝台車ですね。ちょっと拡大しといた方がいいかな。こういう構造ですよ。で、寝台車に乗るためには、特急列車だか急行列車だか普通列車だか関係なく、寝台券というものが必要になります。で、基本はこれなんですが、最近とか、昔からあるんですけれど、ちょっと変わり種の寝台車というものは、いろいろありまして、例えば、カシオペア号とかね、一番後ろのところにこんなこう、ワイドな窓がついていて、ちょっとうまく書けないな。で、ここにこう、ベッドがこうやって並んでたかな。で、なんかこう、部屋が、もうごめんなさい、全然うまく書けないんですけど、そういう風な、なんていうの、特殊な寝台もあり、まず、ちょっと根本的に言うと、開放寝台というのが普通なので、開放寝台の料金は全部統一で決まっています。A 開放が、上段が、9350円で、下段が1500円でした。増税前は。で、B 開放が、上段が、上段と中段、3段ベッドなんでね、これが、5250円で、下段が、6300円。ただし、2段式寝台の場合は、上段、下段ともに6300円となっていました。これが基本。で、なんですけれども、今日本にですね、旧態依然の、3段寝台もなければ、A 寝台の開放という、A 寝台の方がちょっといいわけですね。広いわけですね。で、なんていうかな、自分の、プライバシー空間もある程度手に入るみたいなやつなんですけど、全部これなくなっちゃいました。日本海が廃止されて2011年に A 寝台開放は消えて、今岩泉に保存されてますけど、で、B 寝台開放も浜那須が消えて2016年に全部消滅しまして、今サンライズしかないんで、実はこの開放寝台というものはもう完全に日本から、消えています。個室しかありません。で、個室寝台というのは、それぞれいろいろ特色がありまして、変わり種なので、それぞれ一つ個室の名前が決まってるんですね。例えばサンライズだったら、B 寝台個室だけでも、サンライズに、ソロ、シングル、サンライズ、ツイン、シングル、ツインと4種類あります。そして、A 寝台券の方は、今は日本で普通に発売されているのはシングルデラックスというただ一つしかありませんが、その名前が正確に決められていて、その名前に対象して、シングルデラックスの料金はいくら、サンライズツインはいくらというふうに決まっています。それに従わないといけません。こんな感じです。で、B 寝台も計算は結構簡単です。例えば、上野から、青森まで、例えば、ユーズルで行くと。ユーズルというのが昔常磐線にあったんですが、で、それの B 寝台、B 寝台の、電車3段の終段で行くという場合には、まず上野から青森までの、乗車券が必要ですね。で、それから特急料金、青森まで、3150円だとしましょう。3150円。それにさらに加えて、寝台料金が5250円で、これ足せばいいというものではありません。違います。なぜならば、寝台もまた寝台車には自由席などというものは存在しませんので、寝台は完全に指定席ですから、
その場合にはやはり指定の料金が寝台に含まれるということになります。520円が寝台の料金も含まれているし、特急料金にも520円が含まれているので、これは除かなければなりません。この特急料金を520円引いた額からこれを合計して、それでその寝台特急料金ということになります。ちなみにこれが例えば、津軽に行く場合、急行列車です。津軽は津軽に行く場合だと急行料金は1260円で済みますので、1260円の急行料金にプラスして、寝台料金をただ足すだけでいいです。これはいい。急行列車は自由席が原則だからということですね。まあ、ちょっとめんどくさい話になってきましたけど、あと最後座席指定券の紹介まで行くか、ちょっと急がないといけないけどな。座席指定券はこれは単純です。これは1枚520円ということが決まっているだけです。基本的に特急券の中に指定席が含まれているんですが、だから特急に乗る場合座席指定券というのは全く関係ないんですが、座席指定券は、普通列車もしくは、普通急行、もう今ほとんど存在しませんけどちょっとはありますに乗るときに必要になるタイプの切符でして、それの自由席に乗る場合は全く関係ないんですが、それに普通車指定席が連結をされている場合座席指定券というものを買います。グリーン車指定席が利用されている、設定されている場合は座席指定券はいりません。もうただグリーン券を買えばいいだけで、例えば、何でもいいんですけど、じゃあ、千歳から、まあ、本当は千歳空港と書くべきですが、めんどくさいに千歳から、札幌まで、エアポートで行くと、快速エアポートという JR 北海道のやつがあって、全車両普通車指定席を連結します。通勤電車みたいなこういうつり革タイプの席もあるんですが、ちょっとリクライニングする倒れる快適な席もあります。空港行く列車だからね。それの料金が520円という場合、乗車券にプラスして520円を足すだけという極めて簡単な作業です。それからじゃあ例えば、千歳から札幌までがですね、じゃあ今度、ちょっとスズランだとちょっと紛らわしいので、急行スズランなんてね、今多分例に示すのに的確な列車じゃないでしょうから、じゃあどうしようかな。じゃああれでもいいか、千歳でいいや。ちょっと前まで急行浜那須というのがありましたが、札幌まで朝のですね5時台に急行浜那須というのが走ってまして、それが急行料金がですね、当時530円だったはず。でこの530円というのはこれ自由席の料金です。もし急行にこれでさらにこの急行浜那須は自由席も連結しましたんで、座席指定も受けたいと指定席で行きたいという場合にはさらに520円の追加が必要となります。そしてこれらの合計金額である1050円が切符を買うとですね、ここに、急行券、座席指定券というふうに書かれて、浜那須号どこ行きからどこ行きとか省略しますけど、で1030円というふうに金額が合算して書いてあります。まあ、こういうふうになってるわけですね。だから自由席が原則の列車に乗るとき、つまり普通列車、急行列車のときは座席指定券を買ってください。そして特急に乗るときは指定席が普通なので、むしろ逆に自由席はイレギュラーだから座席指定券というものを特急に乗るときに買う必要はないんだけど、ただ逆に座席指定が原則である特急に指定なしで乗るという珍しい場合、まあ今ではそれは珍しくないんですけどね、歴史的に考えると昔はイレギュラーだった存在には逆に520円を引く自由席特急券というものがありますよということ、前回と今回と合わせていろいろご理解いただけましたら幸いです。なおこれら今回説明したものは全て指定券の中に含まれています。これにさらに特急券を加え、特急券、グリーン券、寝台券、座席指定券、まあ一応コンパートメント券も入りますが、こういったものこれらが全て、指定券というふうに一括して呼ばれています。何か座席を指定するようなものですからね。じゃあこんな感じでした。お楽しみいただきましたら幸いでした。もうちょっと次回はまた違う話をしたいと思います。例えば、そうだな、戦争から帰ってきたら料金はいくらになるかとか、それからあとはなんだっけな、まあ、国会議員はどうだとか、次回はちょっとそういう話でもしようかな。いやそれはまだ先にしようかな。そういうイレギュラーなネタ、楽しいネタもたまにはやりたいと思います。何の役に立つか分かんないような知識もね。ありがとうございました。